こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。いわゆる輸出優遇措置撤廃を輸出規制と勘違いし、そこからノージャパン運動が始まりましたが、あちらで報道されている以上に日本製品に依存していたようで、対日本の貿易収支が大赤字となっているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。徴用賠償の現金化を控え、1年ぶりに韓日間の第二次対立が懸念される中、対日貿易収支の赤字が3ヶ月連続で続いた。素材、部品、装備、粗武装な国産化政策で日本産素材の代替を始めたという政府の説明と異なる結果だ。産業通商資源部によると、今年7月の韓国の対日輸出は前年同期比 21.5% 減の19億9800万ドル、輸入は 9.2% 減の38億1600万ドルを記録した。したがって、貿易収支は18億1800万ドルの赤字で、1ヶ月前に比べて赤字幅が1億ドル増えた。日本政府による輸出規制が始まった昨年7月と比べれば、対日貿易の赤字幅は1億6000万ドル悪化した。今年1月、政府は過去最小の7億3000万ドルの貿易赤字を出した時、粗武装政策の効果が発揮されたと自慢した。しかし、7月までの輸出入動向を見れば、貿易赤字幅の縮小は一時的な効果に止まった。今年5、7月期の実績を合わせれば、赤字幅はむしろ前年より4億ドル増えた。これは輸入減少よりさらに大幅な輸出減少の打撃を受けたためだ。7月だけでも輸入は 9.2% で1桁減少し、輸出は 21.5% 減少した。新型コロナ事態による日本の生産活動の萎縮を考慮しても、これは予想を超える減少だ。産業部は設備投資日程が延期されたり、対面相談に支障が生じ、一般機械の輸出が減少し、鉄鋼の需要も減ったと明らかにした。輸入も粗武装の一部品目は代替されたが、これは全体実績に影響を及ぼすほどではなかった。日本からのシリコンウェハーなど半導体関連の輸入は昨年7月に比べておよそ 61.1% 増加した。日本政府は重ねて強硬な姿勢を示した。読売新聞がこの日報じたところによると、菅義偉官房長官はテレビ番組に出演し、資産の現金化についてあらゆる対応策を検討しており、方向性はしっかりと決まっていると述べた。日本の外務省経済産業省長官まで加わり、現金化される前に韓国政府が問題を解決すべきだと繰り返し主張している。それではネットの反応です。あれだけ反日しておいて何やってんの、裏では日本製品をたくさん買ってたのか、こんな政府をどうやったら信じられるんだよ、全部嘘だらけだよ。技術、人材、資本、時間が必要なのに、気持ちだけでなんとかなると思ってたの。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。